どうも、佐徳です。昨日おとついあたりぐらいからかな、お腹に卵を抱えてるというのが分かって、で、この水槽を作るときにいろいろ相談に乗っていただいた方にお話を聞いて、両方ともというかね、右側の方はおおむね完成なんですけど、位置が難しいんです。とても、あの上の苔、ここのカビ対策がやっぱ大変ですね。で、左の方は現行までやっていってる最中なんですけれども、とりあえず右の水槽の方、あまりねスペースがないんですよ、これは。なので、そのないスペースの中で卵、抱えている卵をなんとかしたいというふうにお話をすると、おすすめされたのがこちら、ジェックスメダカ元気卵のお守り産卵床。これね、とかって浮かべるタイプみたいなので、とりあえずまずこれ払ってきます。はい、払ってきました。こんな感じです。このプカって入れるだけなんで、高さ的に考えても5センチいけるかなっていうぐらいです。なんかこの長さを5センチにしてあるらしいです。とりあえず、どうしますか。これですね。よっ。もうこの明らかな違和感。そもそも、あれですからね、こういう人工物があまりない感じの水槽だったんで、入れると違和感しかないです。はい。どういう風になるか、全く近寄っても聞けないな。はい、どんな風になるかお楽しみです。どうも、佐藤です。昨日この産卵床をポイッと入れて見た限り、さっき確認したんですけどね、まだお腹に卵があるのと、植え付けてないだろうなっていう感じです。はい、見る限りないです。出てきたら、ひっついてたら、やりたいなっていうのがあるんですけど、今回は左側ですね。はい。左側の水槽。こっち側はまだお腹を抱えている、お腹に卵を抱えているとかそういうわけではないんですけど、あまりにもちょっと隠れ家がないんで、結構喧嘩するんですよ。なので、仲いいんですけどね、こっち側の方が。左側の方が仲いいです。右側の方はしょっちゅう喧嘩してます。ダメージを負うほど追いかけ合いの方が近いかな、ニュアンスとしては。そんな感じなんですけど、とりあえず、左側の方もアイテム用意しました。じゃん、見えねえ。メダカの産卵用トンネル、こんな感じですね。観賞魚用、メダカの産卵用トンネル、さっき言ったな。何やろ、産卵プラス隠れ家にも、内側、外側にたっぷり産卵。サンミューズさんのものですね。はい。ちょっと見ていきたいと思います。はい。開封してきました。こういうやつですね。ここが、筒状になってて、なんか波打った形ですね。で、こういう風になってます。で、これに、こういうのがついてるんです。2本。よいしょ。で、どうもなんですけど、こういう風に引っ掛けるっぽいです。で、水槽の中に、チャポンと、する感じですね。はい。ちょっと組み立ててやっていきます。
あんな感じですね。はい。もう多分新しいものが入ったんで今すごいびっくりしてますね。大暴れしてますね。はい。まあ落ち着いてくれることを祈りましょう。コブラグラス、植えたんですけど、餌をねあんまりあげてないんで、駆逐され病になって以来ね、餌あげるのがちょっと怖いんですよ。あんまりあげすぎんのが。で、あんまりガンガンあげてないんで、ちょいちょいこう植えたところを突き張るんですね。突き張るとああいう風に浮いてる浮き草みたいになってますけど、浮いちゃいます。はい、ではまた経過報告します。最後までご視聴ありがとうございました。